どうもね。今日はこのトゥデイのオイル交換をしたいと思います。暖気してね、ちょっとオイルを抜けやすくしておきたいと思います。暖気完了しました。早速オイルを抜いてみたいと思います。ドレンボルトはここになります。見えるかな。ここになります。見えるかな。サイズはここです。サイズは17ミリです。だいぶできたみたいですけど、ちょっと車体揺らしてみます。こんなもんですね。できたみたいなんでね、ボルトを止めようと思います。今日使うオイルはこちら、カストロールの 5 10W の30、まあ、安かったんでね、これを入れようと思います。このトゥデイのオイル量は 0.7 だそうです。ここかな。入れる場所はね、このマフラーのちょっと上のこの部分ですね。蓋してね、もう一回暖気して様子見たいと思います。エンジンもね、温まったみたいなんでね、オイルの量確認したいと思います。ちょうどいい感じですね。無事オイル交換も終わりました。オイル交換したらね、日付と走行距離をねメモしておくといいと思います。本日は以上となります。よかったらチャンネル登録、グッドボタンよろしくお願いします。バイブリー。